どうもこんにちは、浜太郎です。いきなりですが Windows Vista のこのログイン画面の背景が欲しい人がいるでしょう。この動画は Windows Vista を持ってる人前提です。あ、この背景です。まあとりあえず、Windows Vista でこの背景を探すけど見つからない。とイライラしてる人もいると思います。いや、イライラする人はいないと思いますが探してる人はいると思います。まあとりあえずこの背景はシステムディレクトリにはありません。じゃあどこにあるかって？リソースだよ。うわ、めんどくさそう。うん、めんどくさいです。って噛みつけた理由はまぐれです。いつもの日課のリソースあさりでアイコンを探してたので C Windows System 32イメージです。トップをあさってたら偶然見つけたので紹介します。ねえねえ。どうした？なんで C Windows System 32イメージです。トップなの？それはショートカットのアイコンを変える時のデフォルト場所だからです。なるほど。はい、まず開くやつをクリック。そしたらファイル名に C Windows System 32イメージです。トップを入力します。そしたら開くボタンをクリックします。浜太郎は入力が遅いのでまだ開けてないど。システムじゃねえよ。トップでした、忘れてました。はい、この画面になるのでイメージを開きます。はい、このようにいろいろな解像度のやつが見つかります。欲しかった解像度のやつを保存してください。このリストの503403を右クリックするとセーブ。JPEG リソースが出てくるのでそれをクリックして保存ボタンをクリックします。今回は終わりです。ご視聴ありがとうございました。